新日本石油は FC エクスポ2009で家庭用燃料電池エネファームを出展しました。エネファームは酸素と水素の電気化学反応で電気を作り出すシステムで、その際に発生する熱を捨てることなくお湯を沸かすエネルギーとして無駄なく活用できます。新日本石油が出展した LP ガス仕様のシステムでは、 LP ガスのエネルギーから水素を取り出し、燃料電池のセルスタックで空気中の酸素と化学反応させ、水の電気分解の逆の原理で発電する仕組みとなっています。当社の石油会社でございまして、で 石油を生成する際に水素を作り出す、独自のノウハウがございまして、それを LP ガスから水素を取り出す技術に応用させていただいて、当社独自の製品を作らせていただいております。エネファームは家庭の電気とお湯の使用パターンを学習し、需要に合わせて自動運転する機能を搭載しています。発電とともに増えていくお湯は、貯湯槽に必要な量がたまると自動停止し、お湯が足りない場合はバックアップ熱電気で沸かすので湯切れの心配はありません。また最大発電量を上回る電気を使用した場合には、電力会社からの電気を利用するので電気が足りなくなることもありません。製品化して最初の年ですので、まだ商品価格が、希望小売価格が320万円と非常にお高いんですので、環境コンシャスの高い、方にぜひとも家庭に導入していただければというふうに思っております。エネファームは酸性雨の原因となる窒素酸化物や硫黄酸化物をほとんど発生しません。エネルギー効率は約 80% と非常に高いため、温室効果ガスの大半を占める二酸化炭素の排出量も従来システムと比べ約 30% 削減可能です。2009年5月からの予約販売を予定しています。 Digging for News